いやいやいや、あ、もうあ、どうぞ。こんばんは。こんばんは。あたなの男たちです。メンズ、あたななです。じゃあ、とりあえず乾杯。おーい、とりあえずね、とりあえず合わせらんないで、俺はこう。あ、そうそう。おいしい。これ何ですか、これ。ヒューガルデンっていうですね、うん、ヒューガルデンっていうあの発泡酒なんですよ、確か。これ、ね、発泡酒なの。発泡酒なんですよ。でそうなん、これ友人が好きでね、こればっか飲んでたんでね。おお、ホワイトです、ホワイト。これ発泡酒って書いてあるし。へえ、知らなかった。そう、発泡酒。読めない、読めない、見えない、全然見えないです。老眼です。遠いな、遠いな。老眼です。はい、じゃあ今日からね、はたなの男たちだけで動画を毎月上げていくよ。動画してるぜ。親父ギャル、親父ギャル。ちょっと親父ギャルって言っちゃった。親父ギャル、出し尽くすぜ。はい、これ毎月やるって俺が勝手にツイッターとか言っちゃったんだけど、もう言っちゃったんだけど、そう、ああ、そう言っちゃいました、うん、もうそれぐらいちゃんとやんなきゃ、やろうと思って、そう、2人に相談なしで言っちゃったんですけど、行くよ、やるよ、毎月。プンプンです、プンプンです、プンプンです。怒れた、怒られました。いや、いいです、ね、ちょっと距離を止めながら飲めれば、私はそれでもう、うん、オロケです。オロケ。今日、この動画はね、ちょっと2人が結構酒好きだから、飲みながら何かやろうと思って、ね、俺が無理やり企画しました。ごちそうさまです。はい、ごちそうさまです。それでさ、今日これ初めてやるじゃないですか。うん、はい、初回ですね。俺、なんか俺がやろうって言っときながら、俺、実は徐々に俺消えていきたいんですよ。はい、入りたいってこと。徐々に2人だけでなんかやってほしいなと思って。うん、なるほど。そう、なんかすごいいい優しさの、優しさのことをやってくれてるわけ。うん、そうですよ。うん、すごい。前、なんか、うん、米君にさ、前から飲み動画撮ってって言ってたけど、うん、やっぱこういう風にね、ちょっと、まあ、ワンマンも前やらせてもらって、4月4日に、はい、もうこれをきっかけに新しいことをみんなやらなきゃいけないと思って、あの時めちゃめちゃね、噛んでて、タイカは進化だった。進化はタイカ、進化はタイカだ。あれは現状維持はタイカ。俺が言いたかったら、そうそうそう、現状維持でした。あ、ちゃんと言えたね。そう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 、あの時は言えなくて、そう、なんだろうね、大変だったから、今日ちゃんと言える。そう、現状維持はタイカ。現状維持はタイカ。そう、そう、そう思って、ちょっと俺が無理やり企画しました、今回。無理やりだな。でさ、だから俺は、ま、なるだんだん消えていきたいからさ、2人がこれからどうしていきたいかっていうのを今回決めたいと思います。あ、この場でですか。はい、あら、どうしようね。このとりあえず今回はさ、1回目だから、俺3人で会いました、うん、どういう風な内容にしていきたいですか。まあまあ、だからそういう意味では、じゃあ僕たちがあれですよ、ホストになってね、うん、じゃあこの飲みながら意見を聞くみたいな。だから逆に、マコリンさんどうですかみたいなね、そういうのをこう引き出す感じだよね。ゲストを呼んで、そうそうそう、ゲストを呼んでたりですね。スタイルと結構いいかなと思ってます。私も松岡花丸の飲むやつが好きなんでね、ああいうのは。あ、テレビのね。そう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 、お店のね、おつまみをこう取り寄せてね。はしご酒ね。そう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 、はしご酒、それあっちだな。はしご酒違う。はしご酒はね、もう一個の方なんですよ。あれ、松岡さんと花丸ねさんのやつって別々じゃなかったっけ。一緒。あ、大吉ね、大吉、そうそうそう、あ、大吉、ね、大吉先生と、そう、松岡さんのやつがよく好きでね、見るので、あれは本当はお店に行ってこう、おいしいもの食べるみたいなのをやるんですけど、今はそういうのができづらくて、貸し切りでそういうのやったりしてる。あ、そうなんだ、今、ね、そう、そういうのができたらいいですよね。なんか俺も食べられないものとかあるからあれだけど食べられない、牡蠣とか出てきたら食べられない。あ、何、あ、苦手だと。そうそうそう。あ、牡蠣苦手なんですか。うん、生牡蠣、焼き牡蠣もダメです。生牡蠣もダメです。焼き牡蠣は広島で
これは美味しいから食えるだろうっつってよく焼いてくれたのは食べれましたけど、あ、それ以降はダメでしたね。カキフライは大丈夫だった。おがき俺も苦手かも。へえ、貝類がちょっと苦手なんですね。じゃあ内容としてはゲストを呼んでこれ飲みながらトークをしていけたらいいなって思うんですけど、はい、まあ毎月飲んでくれる人がいるかどうかはまた別にして、ずっとゲストがずっとゲストがこの人なのかもしれないから、ゲストはずっと一緒ですみたいな、うん、まあこれもたまにゲストとして来る可能性もある。そうそしたらねまあ来るかもしれない、うん、で基本はちょっと2人でやってほしいんですよ。なるほど、ね、なんかタイトルつきましょう。無茶ぶりだな。無茶ぶり、タイトルつきましょう。タイトル何がいいですか、タイトル。じゃあタイトルはなんかすぐに決まんないかもしれないから、うん、これ宿題にして、これちょっと考えて、これ公開する頃にもしかしたら決めてるかもしれない、うん、これしようかな。なるほど、うん、じゃあこれは決まった、ね、もしかしたらこれあげタイトル好きで上げてるかもしれないんで、それが決まったことになります。まあなんかテロップとかで出る、テロップとかこういうのつけることもそんなのできるの、できるかもね、どこまでやるか。でもなんかこのさ、のなるべくさ、俺が思ったのはこういうフリートークするからさ、あのなんだろうな、まあ上げるのが大事だと思うんで、うん、まあ無編集でもいいかなと思うんですよ、その状況は。うん、でもその辺はもうお任せしますよ、二人。編集は誰やってく、編集やってくれるんですか。編集だから、なるべく編集しないようにしたい。ああ、そういうことね。パッとね、なんか最初にサムネイルとかは全然やりますけど。ああ、ありがとうございます。サムネイル大事だって聞きますんで。そうそうそう、今すぐヒカキンさんとかサムネイル、どんな、まあまあ、あんな風にはちょっと作れないかもしれないですけど。なるほど、ポロリマあるよ的なサムネイルですね。いや、それはちょっとそれはちょっとあのゲッツさんの腕次第。なるほど、その俺なの、そこまで持っていけるかどうか。あ、若いのに任せて。イケメンの、イケメンの、イケメンに、うちのイケメンが。例えばどういうゲストが良かったりするんですかね。いや、それは任せますよ、ね、2人、うん、まあ、それもちょっと考えていきたいですけどね、はい、どの辺の話していこうというところもありますか。まあ、だから全然音楽絡みじゃなくてもいいかなと思う、うん、いいはいいですね。じゃあ友達を作るってことですね。そうそうそう、それが大事、うん、はい、友達作り、友達作り、友達少ないからうちらそうなまあでも分かんないけど、それなりに、それなりには人の方が呼びやすいけど、そうね、うん、まあじゃあ出てくれる人がいたら、じゃあこちらまで、こちらまで、こちらまで、多分出さないよこちらまで、こちらまで、いや、こちらまでこちらまで、こちらツイッターまで私たちまで、はい、そうですか。そういえばあの俺この間お実家が福井県なんですけど、うん、この間ワンマンが終わってちゃんあの PCR 検査を受けて陰性だったので帰省をしてきました俺少し、うん、はい、はい、それちょっとあのみんなに俺お土産を買ってきたんですよ。はい、それちょっとお渡ししていいですかね。お願いします。はい、ちょっとそれを食べて、楽しみな、それを食べて、それを食べてちょっとあの福井と俺金沢に行ったんですけど、はい、まあ、福井だといつも買ってくるなと思って今回金沢に久々に行ったんで金沢のビールを買ってきました。おお、金沢100、あ、これはね、ベイ君じゃない、あ、俺じゃない、これはあのエミちゃんあ、なるほど。で、ベイ君はあ、別件なんだこれ、糖分があるとダメだなと思ったんで、糖分ついてるの、この焼酎をベイ君に買ってきました。金沢100万石ビアです。コシヒカリエール。へえ。いただきました。いただきました。いただきました。じゃあ飲んでいいんですか。あ、でも麦焼酎。でもじゃあこれはお家でゆっくり飲むということで。ありがとうございます。これ飲んでいいですか。ダメです。あ、OK でございます。OK でました。ありがとうございます。いっぱいだけ。でその感想をねちょっとやってもらわないともな、はい。ちょっと今日は都内某所で、ね、ちょっとやってます。でも最初のが飲み終わってないんで、まだ、まあ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと、あ、これ常温だな。せやねん、せやねん、確かに常温。じゃあ冷やした方がいいか。冷やしたいねん。じゃあお家で飲もう。んじゃお家しますか。いや、でもじゃあ、ちょっと考え、
飲む、じゃあ俺飲む、俺飲む。じゃあ後でちょっと感想を。これエミちゃんよりね。優しいなぁ。どうしたどうした、泡が出てきた、泡が振ってたんじゃない、だいたい泡する泡です。え、これね、どういうビールなの、俺全然見ずに買ったんだけど。見たわ、なんか読んでみ、読んでみ、読んでみ。米コシヒカリエールって書いてあるからさ。あ、米なんだ。なんか、ね、3種類ぐらいあったんだよ。へぇ、米ビール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 。あれ、普通は麦だっけ。そうだね、麦芽、麦芽、麦芽 100% とかそういうのあるんで。あ、でも確かに米って書いてるわ、原材料。ん、泡がほとんど今泡じゃないですか。泡がクリーミーです。あ、そうだね、むしろ 米感じるんですか、それ。その米粉的な感じで、なんかそういう泡の違いがあるんじゃないですかね、これ。米あるかもしれないですね。なんか鼻の下に泡がいっぱいついてバタービールな感じですか、これ。バタービール広げUSJ 的なことですそうそうなんちゃらなんちゃら。今ハリーポッターの前でした、呪文なんちゃらペトローナム。あ、なんかあったんですか。ありました。この前テレビでやってたよ。どうですか。いや、まだちょっと泡まで、泡しか言ってないんでちょっと早く本物まで届きたいんですけどむっちゃついたよ。やっぱ泡なんですね。やっぱビールは泡ですね。泡ですね。どうですか。美味しいです。え、普通のビールと違うの。ちょっと違いますね。やっぱこれを飲んだ後なんで、これを飲んだ後なんで、またちょっと味わいは違いますね。あ、まあでも泡の感じがこうさっぱりしてね、飲みやすいんじゃないですかね。やっぱり違いますね。何パーセントですか4.5 って書いてます。4.5 ですか。全然もう見えないんですよ。強いビールはあんま強くないですもんね全然ないです。石川のコシヒカリが生み出すバフが米ホップだもん。クリーンな味わいと、あ、全然もう読めないです。ちょっと読めないです。ちょっと老眼が。だからこれ、米粉のこの焼酎はまたね。あ、はい、それ飲んだらいいじゃん、じゃあ。麦焼酎っぽいですかね。かな、多分米、だからね。米なの？あの、北陸といえばコシヒカリ。確かに。麦？麦っぽい。麦か。麦らしい。麦でした。ごめんなさい。米焼酎じゃなかったね。ごめんなさい、麦でした。持ちだ、コシヒカリ。ね、っていう芸人顔は可愛い。そう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 。じゃあ俺はロックで。ロックで。マジで。てかレモン入ってる。いいじゃん。あ、でもいいじゃん、それはそれで。むしろいい。それはそれで。あ、でもいただきました。ロックグラスをしました。ロックグラス。優しいな、僕。そんな優しいな。優しいな。ちょっと優しいな。ちょっと待って。でも旗でさ、金沢行ったことないもん。とか、カナダあります、行ったこと。いや、俺ないっすよ。ないっすよ、めちゃくちゃ行きたくて。予算ない。ないっすよ。どこだっけ、あれ福井までじゃない、みんなで行ったのは。福井米君が入る前に福井にはだいぶ行ったけど、うん、金沢には行ってないよね、石川には。行ってない。福井で回転寿司食べて、財布なくしてすげえ焦ってたやつしか覚えてない。あれ、それじゃ携帯か、携帯を。それ島根だよ。あれ、それ島根、島根。なんか寿司屋ですげえ大はしゃぎして。それ島根だよ。島根ですよ、それは。そんなんあったっけ。すげえはしゃいでて、わーってはしゃいでて、携帯なくしたーっつって、すげえもうドヨーンってなって、それは島根。あれ島根か。それ島根で。そのまま今度なくさないように、あのネックストラップをかわされてこの人なくすからっつってかわされて、それからずっとつけてでもネックストラップのやつ結構意外と良かった。良かったね。もう今はやってないけどね。今はやってないですね。携帯あの時ね、もうみんなでちょっとブーイングされてこれを使えって言われて、なんか見た目的にあれかなと思ったら、実際使ってみたらもうちょっとほらテイスティングしようか。どうですか。おお、芳醇さ。へえ、なんか米っぽいですね、匂いが。あ、そうなんだ。日本酒みたいな匂いです。へえ、奥能登12年熟成。濃いなぁ。硬い、硬いって言うらしいよ。硬いのこれ。アルコール分31度よ。ほら、硬いって言うらしい。強いね、確かに。いつも悪用のコール以上って言ったから25度ぐらい。
が、割る用で、ああ、割る割る、はい、まあ、そういうの飲んでんだ、お茶とかで割ってて25割ってだからね 6%7% ぐらいになってると思う、それより強いんだよ、ね、俺まあ6なんで、現役なんで、いい顔する。そうだ、石川行ったことない、石川県もない、ないないないんすよ、行きたいんですよ。いや金沢、俺今回金沢だけだったんですけど、めちゃくちゃ本当にいいんですよ。なんかうっちゃんのライブも来てくれる人もね、金沢の方に、ああ、そうですね、いらっしゃいますね。本当に来てくれ来てくれってなってます。本当に金沢は素敵ですね。魚食べたいんですよ。ああ、美味しいですよ。まあ、日本海はノドグロ有名じゃないですか。ノドグロは有名、高級魚です。そう、じゃあめちゃめちゃ好きなんです。俺たちで行くか。じゃあ何、ね、俺たちでって。いやでも撮影する2人で、撮影で行くんでしょ。2人でね、2人で行くの。あ、いいじゃん、飲みにね、2人で行って金沢の地酒を飲みながらゲストを、ゲストの交通費払わなきゃいけないね。金沢ゲスト、金沢ゲスト、金沢で呼べる人がいればいい。じゃあその時はこの人がゲストで、俺、まあ、行きたい普通に。じゃあ俺普通に撮影しに行きますもん。あ、なるほどね、クルーでね、クルーで来てくれると。単純に普通に旅行したいんですね。全裸監督がね、全裸監督2始まりますから。始まりますよね、始まるから。メガネ監督してもらって、メガネ監督が、そうか、まあ、じゃあそういう地方まで行けるようにね、盛り上がればいいですね。じゃあね、本当は、ちょっとその駅に行ってくれたらいいですよね。まだなかなか、ね、状況的に行けないけど、行けるようになったら、まあ金沢はね、でも新幹線でさ、いくらぐらいするの、うん、新幹線だと1万2000円ぐらい。まあまあ、え、片道か。片道か。北陸新幹線。じゃあ、青春18切符で。まだあるんだっけ、青春の18切符で。あるんじゃないか、それ、あれ、鈍行のやつ。そうそう。そうですよね。だ機材もあるよ。機材何の機材、何の、え、うちらの機材も持ってくるんだよ。え、あ、撮影しに、そうだよ、そうだよ。だから、そういうことじゃない。映像はしない。飲み動画だから、飲み動画を。まあ、あくまでこの動画を撮りに。そうそうそう。全然別にあの手ぶらで向こうで演奏するのもできなくないですよ。あの向こうで借りる、そうそう、向こうで借りる、現地で買う、なるほどね、現地調達、現地調達、現地の台湾の人にちょっと借りて、それなら車で行ってもいいかもね。でもなんか微妙にルートがあるですよ、ね、じゃあ車で行ったら飲めないからな。あ、そういうこと。いやでも着いてから飲めばいい。俺が運転しますよ。おお、来る、2人のためのスタッフで。あ、じゃあちょっと こちらまで。金沢で出演した人は、そうです、出ないけどサムこれ。あ、ちなみに出ないの。もうめんどくさい。そいつから結構やってるけど。出ないの。もう俺はやらないです。俺はやらない。やらない、やらない。じゃあ俺もやらないです。俺もやらないです。まあそれでさ、あのこの動画をさ、どうしようね。スマホで撮りますか。今日は俺のカメラを使ってる。え、それとそれを借りたらいけない。いいんじゃない。スマホで撮れる。でもいい。スマホでも撮れるけど、その広角とか。まあそうだね。2人のさ、その撮影機材を揃えるのがどうしようかな。じゃあスマホちょっと楽っちゃ楽ですけど。まあ楽ですよ、うん。まあそのまま上げてもらえればいいし。まあ三脚だけ用意してみたいな感じですか。わかりました。でそれはじゃあ何々買うっていうことで。買いましょう、ね。パタナナ貯金で。じゃあの。いやこちらの、まあ、出ないけど。マイクスタンドならうちにあるんですけど、ね、あ、実家だ。じゃあまずそのスタンドを買いに行くところから。じゃあ、あ、じゃあそれも撮るよ。それ撮るんだ、こうやって。実家に、じゃあ実家に行くところからじゃあ行きましょう。うちの、あ、撮りに行くの。そういうのも撮ろうよ。撮りに行ってもいいけど、買いに行ってもいいと思いますよ。それ用の三脚じゃないからね。ちょっとかさばるかも、畳めない、あんまり。じゃあちょっと動画に話をちょっと変えたいんですけど。はい、お願いします。なんかもうちょっと2人の音楽的なことを話しちゃおうかな。話を聞きたいですよね、皆さん。聞きたい、はいはい。でヨッツさんからいこうかな。ヨッツさんはよく畑のコミュニティの中でブログを見れるんですけど、なんか音楽遍歴を書いてるじゃないですか。はい、もちろん。もともとはいつからドラム始めたの？いいんですか、長くなっちゃいますよこれ。で簡潔にまとめます。簡潔に。詳しくはあのそのオンラインサロン見てほしいんですけど、
まあ中学生ですかね、中学生、中学生で始めましたよ。何の影響で？友達です。友達が、うん、友達がギター始めたんで。ギター、あ、ギター、うん、そうだから、うん、君ドラムねっていうことだったんで、わかりましたっていうことで。あ、でも決められたんだ。そうですそうですそうです。へえ、決められた感じです。え、これ決められて、はい、どうだ、どんだ、どうだった？そのまま、しょうがねえなんで。そう、しょうがねえなっていう。え、しょうがねえ。そのしょう、だってそんな、そんなに音楽もね、そんな興味ない。そもそも興味なかったってことですか？はい、ゲームが、当時はね、ファミコンですから。ファミコンが流行ってたんで、まあ、ゲーム少年が、ね、音楽、やったらっていうことで。それがきっかけです。だから最初は別に全然、まさかこんなに、やるとは人生の半分、大半分ね、ライフワークになるとは思いませんでした。こういうふうにあの時に出会ってなければ。その時はなんかどういうカバーやったんですか？一番最初は The Alfie です。 The、 あ、 The、 そうなの。最初は The Alfie です、でもそれは完成してませんでした。 The Alfie の曲をやりましたけど、うん、完成してませんでした。その時はジャンプを叩いてました。ジャンプを友達ん家で叩いたりして、え、ジャンプはあれの？バンヘイレン。ジャンプアルフィーでもあるの？違います。いや、週刊ジャンプでしょ。そうです、週刊ジャンプってことです。ああ、要は雑誌を叩いてたんです。あ、そういうのね。曲のジャンプかっつって。スティックだけで叩いてる。そうそうそう。あ、なるほどなるほど。で、アルフィーさんってさ、でも、はい、もうコーラスバリバリじゃない？はい、だからそんなところはできないから、うん、当時さ、アルフィーの漫画とかがあったの知ってる？アルフィーの漫画？そうだよ、アルフィーを題材にした漫画があったんですよ、うん、なんちゃらジェネレーションとかっていうのがあって、うん、そういう漫画があって、その3人の歴史みたいのをやってる漫画もあったりして、そういうのも多分ちょっと読んだりして。そんなだったの？そうだよ、そうだよ、アルフィー、まあ、だから友達だよね。全部私はその時は別に自分で好きだった曲とかなかったので、泳げたい焼き粉は知ってますまあまあ有名で、大体知ってると思います。だから友達の影響ですね、はい、それはもうそれでやるよなって言って、へー、分かったっつって始めた。もうそれはでもある日をやるためにやったの？まあ最初ね、最初。その後だから、ちゃんと完成したのはバービーボーイズです。あ、その後からバービーボーイズをやったりとかして。同じメンバー？同じメンバーもね、うん、まあ女の子を誘ったりね、中学生で、うん、なんかあの子歌えるらしいよっていうことを誘ってきてやって、最初やったライブはあの、うん、全校朝礼学年集会とかあるじゃないですか。 あるよね、うん、あったよね、うん、それの朝やりました、ね、学年集会の朝に体育館で今日はなんか演奏やりますって言ってやりました、最初のライブ。すごい、そんなやらせてくれたんだ、うん、やらせてくれたね。多分記憶が間違ってなければ、それで間違ってなければそれなんか先生がそういう風に組んでくれた、うん、多分そうだと思うよ、うん、彼らはなんかそういうの うん、やってるからって言って多分。すごいいいね、うん、で、まあ、ドラムあるあるをちょっとだけ話すと、うん、バスドラね、足で踏むやつが最初分かんないから結構強く踏んじゃうわけですよ。そうするとバスドラがどんどん前に行っちゃうわけ、うん、でそれをもう本番やりながら前に行っちゃうしょうがないですよ、力加減が分かんないから。そう、動いてっちゃうわけ、ね、そう、最初の頃って踏み方が分かんないから、うん、もうあーってなって、もう途中でこう引っ張るぐらいの、そういう風な経験を、うん、これドラムあるあるだから必ず。あ、経験してるの？それみんな、みんな絶対経験してると思う。その 踏む力が分かんないから、強く踏みすぎて、うん、バスラが前に行っちゃう。こう行っちゃうんだっけ。そう、だって体育館の床なんて、体育館の床だからわけじゃなくて、体育館の床のそのままだから滑っちゃうじゃんね、うん、マットあればいいんですか？そうね、マットあればいいけど、うん、そういうのは最初分かんないから、うん、もう床の上に置いてやったら、もうずっと滑っちゃって、直引きみたいな、大変だったっていうのは必ずドラムあるあるなんですよ。これドラムあるある、これドラムあるあるです、うん、なるほど。でそっから初めて洋楽に行って今に至る。はい、そうです。なんかね、結構ブログのやつが見ると、うん、もうなんかハードロック、メタルの遍歴を今書き続けてるじゃないですか。そう、今
うん、まあハードロック編ですね。まあやっぱり洋楽が一番ね影響を受けてるんで、今ちょっと洋楽編やってますんで、もし今洋楽編、まだ洋楽編まだまだ続きます。相当続いた後にオリジナルを作ることになった時に邦楽に戻ってくるんですよ。やっぱり日本で、僕はだってね海外に行くわけじゃないから、日本でやるってなった時に、あ、やっぱここで邦楽もう一回聴き始めなきゃなっていう時が来るんですよ。まあそれまでちょっとまだ長いですけど、そうなってくるとね、ジュディ・アンド・マリーの話とかになってくるんで、うん、あ、戻った時にジュディ・マリーとかを聴けた。そうですそうです、戻った時にもう解散手前だったね、最後の東京ドームの、うん、もっと早くから知ってれば東京ドーム見に行きたかったですけど、その時はあの東京ドームの周りを走ってましたから、車で。車で？ちょっとあの本を買いに行くみたいな仕事をしてたんで、その時は、あ、ここ、まあ、ジュディマリ解散じゃん、もうちょっとでみたいなのを走りながら、一人で軽のワゴンを走らせてましたから。うん、なるほど。じゃあそれ以降はもう邦楽も聴きつつ、今に至る。そうです。そういうのでやっぱオリジナルをねやるとなるとね、やっぱり日本語が大事なんでね、そういう日本のバンドを聴いていこうっていうふうに多分自然と切り替わったかなと思ってますね。なるほど、はい、いやなんか初めのきっかけとかなんかあんま聞いたことなかったから面白い、ね、うん、あ、そうですか、うん、アルフィーやってたの全然想像つかなかった。ちなみにコミュニティのやつに書いてありますけどね、多分あんまちゃんと言う、あ、ごめんなさい、最初のポイントで、ね、遡って最初のポイントな、あ、知ってる、ほら知ってるいいやつだじゃあそれをコミュニティのブログ読めば、そうです、これからもずっとヨッチのドラム遍歴を見える。そうそう、まあ本当に自分のためにも書いてるって感じですね。あれを書くことによって自分のね、なんか歴史を残しておきたいなっていうのをずっと思ってたんで、昔書いたことありましたけど、やっぱりね、コミュニティブログができたからこそちゃんと書いてみようと思ってるんで、ちょっとみんなのなんか内容とは違いますけどでもああいうシリーズものってなんか続き、一人だけもうちょっともう俺はもうこれっていうふうにやってますから、いいじゃないですか。よろしくお願いします。じゃあ次ベイ君も聞こうかな。じゃあベイ君がベースを始めたきっかけは何ですか。ベースはですね、最初でももらったんですけど、うん、最初からベース？いや、アコギを触ってましたね。はい。もともとは自分あの歌いたくて、それこそ。あ、そうなんだ。中学生ぐらいの時はボーカルやってました。やってたの？やってました、やってました。それ何の曲？何のバンド？しかもルナシーです。11？ 11でした。じゃあもう楽器を持たずハンドボーカル。ハンドボーカルでした、その。あ、初めて聞いた。なんか急に目覚めた時があったんですよね。なんかそれでいきなりやりたいなと思って、もともとはあんまり音楽がそんな興味ある方ではなくて、はいはい、なんかあ、やりたいなって急になったらもうそれしか考えられなくなっちゃった。へえ、その他のメンバーは、メンバーはそのギターを弾ける子がちょっといて、まあそいつもまたもともと好きでいるらしいですけど、うん、それさ、ルナシー何枚目、うん、え、曲だってさ、ストームぐらいの時ですよ。ああ、もうあの時か。あれかっこよかったね、あの時確かに。あの辺ぐらいじゃないですか。俺もあの時、ちょっと聴いてました。本当ですか。その本当に洋楽、うん、ね、さっきの話じゃないけど、その邦楽をちょっと聴くみたいな時かな、うん、ちょうど専門学校の時だ。へ、うん、あれかっこよかったよね。で、まあ、楽器も弾けた方がいいよねって。チャラチャ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 ラね。まあアコギをね、まあ買っていただいてちょっと弾いたりもしてたんですけど、うん、まあ、それあれでもそれアコギ弾いてるのは別にあれじゃない、ボーカリストとして弾いたの。いやでも弾き語りとかしてたわけではないんですけど、まあちょっと練習したりはしてて、じゃあ弾き語りやります。弾き語り動画よっていう感じなんですけど、弾き語り動画ですね。まあそんな中、なんか通ってた学習塾の先生が、うん、そのベース持ってるんですって、はいはい、ただ弾かないで押し入れにしまってあるって感じだったんですよ、うん、でそしたら、もうあのもったいないからくれっつって、うん、で、ベースをもらってで、しばらく弾いてなかったんですけど、もらっときながら、まあ、高校に入ってなんかちょっと弾く機会があったんですよ、ベースを。そうなんですよ、それがなんかそのクラスの出し物かなって、ちょっと演奏しようみたいな、うん、
そうなったら、その時になんかたまたま持ってたんで、それで、じゃあこれベースやってやりますよ。あ、まあ、そこでちょっとちゃんとやり始めようかなみたいな感じに芽生えた。なるほどね。なるほどね。じゃあそこからベーシスト人生が始まる。そうですね。歌はそこで やめたんですか。歌はもうその前にちょっとやめてましたね。え、じゃあルナシーのやつは歌ったの。あ、やりましたやりました。なんかその中学の卒業付近でちょっとお別れ会みたいな、そこでちょっと演奏させてもらいました。歌、それは演奏じゃなくて歌った。あ、歌が、歌が。じゃあちょっとそんな振りしちゃったらルナシー歌う動画をちょっと、あの著作権がセーブなんだったらちょっとあの音は流さないでやるとかね。歌ってますね。まあ今でこそ全然聞いてないんだよ。なんか違うの。なんか弾き語りちょっとやってみたいなと思って。やるって言ってたよね。やってみたいな。いや、それをこう、じゃあそれを追っかけましょう。そのドキュメンタリーを。ドキュメンタリー、ドキュメンタリーでサンサーラ出してノンフィクションでやりましょう。そんな感じで始まりました。なるほどね。え、それ以降は洋楽とか行ったんですか。洋は結構あれですね、メロコア系とか聞いてましたね。サム41とかブリンクとか、はい、それこそシンプルプランとかも聞いてました、ね、あの頃は。なるほど。なんかそういうちょっと騒がしいメロディックコアですね、そっち系が流行ってたんで結構そこを聞いてました、ね、なるほどね、うん。まあ俺らで言う本当に、まあ俺で言うミスタービキとかエクストリームみたいな流れですね、うん、流れなんだと思います。なるほど。でそれで今に至る。そうですね。なんか年取ってくるとだんだんなんか古い音楽も聴くようになっちゃいますよね。そういう感じ。え、どういう感じですか、古いの。逆にそのモータウンの時期とか、逆にもう今そればっか聴いてますよ、ね、あ、普段普段でも、うん、へぇ、まあ、モータウンは、ね、なんか趣味が渋くなってくると思います、ね、落ち着いたものが、うん、だんだん。なるほど。なんか静かなものがやりたいですよね。まあ、旗はちょっとうるさい。ちょっと騒がしい方向、うん、え、でもその当時はさ、ピック弾きだったの。指どっちもやってましたね。結構なんかそういうさ、激しめのカバーとかやってる人だと。そうですね、ピックでやってた。ピックだとピック結構弾いてましたね。そっちの方が多かったです。あ、はい、でそっからまた指にもなった。そうですね。なんかやる曲のジャンルというか、その趣味によってちょっと変えるできたって感じですかね。なるほどね。え、そのオリジナルのバンドをやってたのはさ、いつぐらいから。あ、でも逆に遅くて結構やってない時期の方が多かったんで、それこそ空に一輪ぐらいから、うん、やり始めたみたいな感じです、オリジナルのバンド。なるほどね、うん、それまではなんかカバーとかそっち系の、はい、まあ、楽しくやりたいよねって感じでやってたんで。なるほど。ありがとうございます、うちは入ってくれて。いや、ありがとうございます、こちらこそ。ありがとうございます。どうす、そんなことがありました。なるほど。まあ、あんまり普段こういうの話さないね。話さないから聞けてよかったですね。やっぱもうね、力が100万石ビアン、100万石ビアンの力でした。これも酔っ払うぜ。俺もちょっと酔っ払ってきたもん。やばいやばい。じゃあ、じゃあまあこういう、これからこういう飲みながらの動画を上げていきましょう。やっていきたいですね。ぜひぜひ。じゃあこんな緩い感じでやりますけど、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回はこういう感じで終わりますか。はい、はい、じゃあ次会える日があれば。毎月やるんですよ。毎月何かしら絶対、はい、もう、はい、動画の視聴回数増えなくてもやるんです、はい、これは。最悪じゃあゲストいない日もあると思う。そういうことです。じゃあそれはそれで、それはそれで、それでいい。それではもう2人で話したい。そうします、そうします、そうします。ということで、なんか出たい人、一緒に飲みたい人、こちらまで。いや、出ないでしょ。出ないのに。出ないでしょ。よろしくお願いします。じゃあ今日はこういう感じで、さよなら。さよなら、ありがとうございます。刀の男たちでした。僕も。